鉄線講習そして羅刹嬢を演じさせていただいてます中山美穂です。今回この素晴らしいキャストとともに素晴らしい作品に出会えて、精一杯頑張りたいなと思っております。なぜだか初めてのことがとても多い作品で、空を飛んでいたりするのも見せどころかなと思っております。最後まで頑張ります。よろしくお願いします。牛魔王役をやらせていただきます松田源です。今回この芝居は地方いろいろ回りまして本当に芝居も練れて、とってもいい作品に仕上がっておりますので、それを東京の皆様方に、見ていただけるということが本当に嬉しい限りでございます。今回初めてといいますか、舞台劇表もですね、今までにない素晴らしい舞台劇表になっておりますので、ぜひ、多くの方に見ていただきたいとそう思っております。どうぞよろしくお願いいたします。すべてにおいて細かな演出があちらこちらに散りばめられています。なので見ている方はもう目がいくつあっても見逃してしまうような部分もあると思うんですけれども、なので、また改めて見ていただくなり、本当に何度見ても楽しめる作品だと思います。そして私個人的には松平健さんと、夫婦で対峙するシーンがございます。本当に、気迫のある素晴らしいお芝居を見ながら私も、そのように、受けてお芝居をしていくというとてもそうですね、責任のある役だと思っています。でもとても光栄です。とてもとても光栄です。そのあたりも見ていただければと思います。はい、見どころといいますと、皆さんがもうおっしゃいまして、全てでございます。もうあっちもこっちも本当に見どころでございますんで、ぜひ本当に見ていただきたいこの作品だと思いますんで、よろしくお願いいたします。私は、今だけのことを考えていきたいので、とにかく本当に無事にこの舞台が大成功で終わること、そして多くのお客様に楽しんでいただければ、今はそれでいいと思っております。そうですね、やっぱり今もう70代になりましたんで、健康第一でこの年を過ごしたいなと思います。一番左肘の方までお願いいたします。ありがとうございます。